35歳からのビミシム、ビミシムレッスン TV オンライン特別企画、一問一答オートキャドマスターへの道。ビミシムレッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルで、オートディスク製品のオートキャドとデビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などをお伝えしています。11月12月はオートキャドというソフトにスポットを当て、一問一答形式で困ったっていうのを解決していっている次第です。A1 の201だったものを A1 の101に変更した時の注意点は何ですかというのがあります。まずですね、図面範囲が違うので図面範囲を設定をし直していただくということと、寸法のところのあれですね、寸法値の高さですね、文字の高さを変更していただく、あとグローバル選手尺度を変更していただく必要が出てきます。オブジェクト自体の大きさというものではなく、距離の測り方がちょっと変わってきてしまいますので、お気をつけいただければと思います。このような時にご質問が多いように思われます。無料のオープンチャットを始めました。よろしければご参加ください。ビミシムレッスン TV オンラインの問い合わせは LINE でお受けしています。いかがでしたでしょうか。本日のビミシムレッスン TV オンラインはここまでとさせていただきます。また次回お会いできますことを楽しみにしております。スノータムでした。